皆さんこんにちは、ペストでございます。シティーズスカイラインですね、続きやっていきましょう。135回目となります。で、まあ今回もノープランですで、とりあえずちょっと建物建てながら行きましょうか。産業のね、需要が相変わらずラッシュなので、ちょっとこやつとかずらそうか。あ、ここでいいわ。うん、夜が明けてきました。補助をね、もうちょっと干してるところがあるんで、であとはね、この丘の上にね、1個ちょっと目玉作りたいなというふうに思っておりまして、そうね、やっぱりタワー系かな、スカイタワー。これをどこに作るか、系がね、実は2つも出たはず。もう1個どれだっけ。あ、これだ。これ意外と低いんよね、土地の場所取る割には。実は10マス、9マス、10マスやね。観覧車もどっか建ててあげたいな。これもそんなにね、高くないんだよね、実は。これが一番高いスカイタワーだったら目立つところにね。ああ、これが一番高いか。うん、これなら、7マス、まあ8マスと考えて、横幅が10マス、8と10。ここで収まんないよね、実は。騒音が20。こっちは5。
で、44で済むからね。ここにでも建てたろうか。ただ道は調整せにはいかんぞと。ね、ちょうどこのトンネルの上に建てちゃおうか。ということで、ね、ルート的には、4から。で、これを削ります。ど真ん中ね。で、ここがど真ん中だから。6か。ここで、45度で取れば4になるから。これはトンネルなんのね。わあ、どうしようかな。まあまあ別に道で囲む必要ないか。違う。いや、これね、地下の入り口こっちにすると、ここ通り寄るからね、それが嫌やから、ちょっと、やってなかったんだけど。ならね、真ん中やね。ずれるね。
なんだけど、この位置だと、ずれてしまう。ですよね。考えてるうち夕方になってきた。ずれたか。いや、ずれたのはここだっけ。まあ斜めに引くかどうしようもないんやけどね。このポジションで、感じになるんですよね。ただしタワーはもう一個南側なので、あ、南側というか一個一マスずれるので、爪のところで行きます。で、ここね、ちょっともう向きは立てやすい方でいいんで、こんな感じですね。
で、あとは、ちょっと歩道を後にしようか。で、電気がない。電気もね、水もね、というところで。違う。よりではあるけど、電気つくかな。ついてんな。
稼働してんのかどうかわからん状態ですけど、これやったらもうちょっと寄せてもよかったね。あと二マスぐらいかな。もうすぐ妥協しちゃうけどね。はい、でこっちの方もね、あーこっちがえらい泣いてんな。なんでこんな物資届かんのっていうぐらい届かんよね。人手不足じゃなくてね、物資が届いてない、これはね。
またここの物資を届くようにするにはっていうところですよね。でもここが高速があるからてっきり行けてると思ってたんだけどね。そうではなかった。あれ？ずれる。なんで？ああ、そういうことか。わかったわかった。ね、どうしよう。これでまあ自然に見えるかな。
くでもね、そんな高い建物建たないよね。マンションは結構タワマンバンバン立ち寄るけど、まあオフィスビルのやっぱり高い建物っていうとイメージの方が強いせいかな。よっこいしょっと、はい、こんなもんやね。あ、今日は30分超えてしまいましたね。では、この辺で終わりましょう。空港がね、結構、おお、人いっぱい出てきてる。利用頻度が高いっていうのが分かったから。まあこれでね、作ってみてまた改善とかを考えるようになってしまうと、ちょっとまたね、細かいやり直しの作業が増えてはくるんですけどね。まあまあ納得いくことはまずないとは思ってるんで、流れでやってる以上はね。まあまあ、あまり言うとちょっと愚痴っぽくなっちゃいますから、ここでやめときますけどね。ということで、また次回でございます。ありがとうございました。さよなら。